袋狐と育児の袋狐は、哺乳孔相馬エバモククスクスカ袋狐族に分類される有袋類。オーストラリア、ニュージーランドには移入された。赤色型の袋狐体長35から55センチメートル。尾長25から40センチメートル。体重は、オスが1.3から4.5キログラム。メスが1.2から3.5キログラム。全身は、 灰色の体毛で覆われ、覆面は乳白色オスの胸には中線があり、赤葛色のブチとなる。赤色型、黒色型の3タイプがあり、北の個体群ほど赤みのある灰色の個体が多くなり、南の個体群ほど黒みが強くなる。尾の体毛は黒く、尾の覆面には毛が生えていない。そのため物に巻きつけることに適していて、樹上での移動に役立っている。花は、 ピンク色。孔子の第二子及び、第三子は融合しているが、この融合した指は2本の爪がある。また、孔子の親指の爪は目立たない。市街地から森林まで幅広く生息し、樹幹の移動や地上に餌を見つけた場合は地上に降りるが、ほぼ樹上性。夜行性で、特定の巣は作らず、昼間は木の軌道などで休む。オスは、 肛門船や胸にある周船などでマーキングし縄張りを作る。天敵はディンゴ、オオトカゲ、ネコ、キツネ等である。食性は雑食で、コノハや果物、昆虫類、鳥やその卵等を食べる。繁殖形態は、体制で、妊娠期間は16から18日、1回に1から2頭の幼体を出産する。繁殖期は、北部では1年中であり、 南部では春及び秋であるが、栄養状態にも左右される。育児は他の有体類同様を育児脳で行う。幼体は4から5ヶ月で袋から出て、その後2ヶ月ほどは親の背中に背負われて育つ。オスは約2年で、メスは約1年で、生成熟し、寿命は平均で6から7年、最長でも11年程度。クイーンズランド州北部アサートン高原などに、 生息するキャプリーブラシテイルパスサムが、同種のアシュトライハスリウスビルペキアラジョンスタ位イとされることがある。同様に、北部巡州の個体群もトライハスリウスワーノメンシスとされることがある。リーストコンサーンアボリジニが、食用や、毛皮用とするため捕獲し、ヨーロッパ系住民も毛皮を取るために、狩猟の対象としていた。アボリジニは狩猟の際、オートカゲが木に登ると、 袋ネが恐れて声を出す習性を利用し、オートカゲが木に爪を立てるような音を出すために幹を引っかき、木の洞に袋ネがいるかどうか調べた。人を恐れず、餌をねだって近づいてくることがある。民家の屋根裏などに巣を作って、糞尿で汚し、花や果物を食害するため、害獣扱いされることもあるが、原産地オーストラリアでは保護動物となっているので、 当局の許可なく自由に捕獲することはできない。しかし、毛皮を取る目的で、ヨーロッパ人が積極的にっぱなしけものしたニュージーランドでは、天敵がいないため増殖し、在来種に影響を与えたり、牛の結核を伝播させたりするため、駆除の対象となっている。有体類としては、唯一世界の侵略的外来種ワースト100リストに選出されており、日本でも、 特定外来生物に指定されている。ありがとうございます。